牛ごぼうの生姜チャーハンを作ります。ごぼう 20g、 玉ねぎ 20g、 人参 20g、 生姜1かけ、25回ほどブンブン引っ張ります。フライパンにサラダ油小さじ1を入れ、牛バラ肉 100g を炒めます。お肉の色が変わったら、ブンブンした具材を入れ、さらに炒めます。ご飯 300g を入れ、ほぐすように炒めます。醤油大さじ1、みりん大さじ1/2、酒大さじ1、鶏ガラスープの素小さじ1/2、砂糖大さじ1/2、オイスターソース小さじ1、手早く混ぜ炒めて完成です。